さて、今更言うまでもありませんが、飛騨の兵力差は歴然。つまり正面からぶつかるという選択肢はなしです。分かりきったことはいい。で、それをどう打開する？ではそこからは俺が。今白馬遠心の2つの私が炎将軍に抑えられています。まずはそこを急襲、守備を落とせばこちらの共闘法が出来上がりというのです。ふん。だが敵も手をこまねいてはおらんだろう。そう、そこで陽動が必要なんですよ。あの大軍の注意を引き正面からぶつかる役です。ああ、では僭越ながらその役目私が受けたまわります。